町エンブリ組の皆さんによる釣りと祝福芸のご披露です。ごゆっくりご堪能ください。それではお願いいたします。皆さんこんにちは、新田中町エンブリ組と申します。今日は雨で足元が悪い中、こんなにたくさんの方お集まりいただき大変ありがとうございます。3年ぶりの、ステージということで、今日は組全員気合い入れてやってまいりました。今日は3年ぶりの気合の入ったエンブリの方をお届けしたいと思いますので、ぜひ最後までゆっくり楽しんでいってください。それでは釣り始めからご覧ください。正月のな八重湯は一芸上祭まず宇の葉よな八重手にもつれ Go over the time.
縁振りなんですけども、その昔絵振りという、農具を手に持って踊ったところから、それがなまって縁振りになったと言われております。今3名の太夫に、の踊りを見ていただいたんですけども、この踊りをすりと呼ぶんですけども、今すり始めご覧いただいたんですが、田んぼのですね、種まきと、白かきの、所作を表した、すりとなっておりました。縁振りの方ですね、種類が2つありまして、東西縁振り、内東西縁振りなんですけども、もう一つが長縁振りと。で、東西縁振りの方があのちょっと動作の方が激しい、まあ、ご覧いただいたようにちょっと激しい踊りになっておりますので、そこも楽しんでいただければなと思います。で、続きましては子どもたちの踊りになります。松の舞というんですけども、その昔あの農民たちが松の枝を手に持って、まあ、ちょっとお酒なんかを飲みながらこう楽しく踊ったっていうのが、起源と言われております。それでは子どもたちのかわいい松の舞ご覧ください。Thank you.
子どもたちによる松の舞ご覧いただきました。続きましても子どもたちの踊りになるんですけども、大黒舞、こちらの大変おめでたい踊りで、結婚式なんかでもよく呼んでいただいて大変喜ばれております。手に打ち出の小槌を持って踊るんですけども、そちらの小槌から、本日いらっしゃいます会場の皆さんに福を降り注ぎたいと思います。それでは大黒舞ご覧ください。大黒舞ご覧いただきました。県南地方に、春を呼ぶ縁振りなんですけども、その起源は、鎌倉時代って言われてるんですけども、実はうち中町縁振りでは、残っている資料から、ざっと400年ぐらいの歴史は確認できてるんですけども、やっぱそういう長く続いている中、本日は太鼓を叩いている石橋長政親方なんですけども、8代目になるんですね、縁振りを始めてから。そして今日のそこに立ってる女の子ゆらちゃん、9代目になるんですね。昨日地域の情報はデイリー東北さんにちょっと載ってたんですけども、ご覧いただいた方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。そんな歴史もしっかり詰まった中町縁振りのしっかりとした縁振りを今日はお届けしたいなと思っております。続きましては中のすりご覧いただきます。どうぞ。
苗通り川の八重長の世界の祭つゆつゆおばずにやAh, no.
中野すりご覧いただきました。続きましては、子どもたちの演目縁子縁子になるんですけども、昔で言う、子守唄みたいな感じなんですね。で今日は子どもたちちょっと選抜メンバーなんですけども、あちらの方にちょっともっと小さい子たち、うちの組のちびっ子たち控えてるんですけども、昨日、某保育園の方でちょっと発表会させてもらったんですけども、その時にちょっと一番小さい子なんか自分で踊りながらちょっと半分寝てたみたいなところもありまして、本日ご覧の皆さんはちょっと寝ないでぜひ最後までしっかりご覧いただきたいなと思います。それでは子どもたちによる縁子縁子ご覧ください。ご覧いただきました。続きましては、大変人気も高いエビス舞、中町エンブリでは、3人の、エビス様に、
今日もこちらの会場で大きな大きな、鯛めでたいを釣り上げたいなと思うんですけども、無事大きなお魚が釣れましたら、ぜひ大きな拍手をお願いしたいと思います。それではエビスマイご覧ください。99年へだるくすのきよ、船に作りてがよろしい、表には福の神がお乗りなさる、共にはエビスの神がお乗りなさる。さあさあ、これからオイビスだ、オイビスサーマに乗り込んで、オイビスマイトも払わせない。
ートを突き上げた。上げたのは金の太陽、釣り上げた。また2番の針に釣り上げたのは円ブタンを釣り上げた。また3番の針に釣り上げたのはおいびっさーまのおい姫さーまを釣り上げた。また4番の針に釣り上げたのはこの大きな宝物を釣り上げた。さあさあ、これはおいの旦那様にどっさりという釣りを食べて、おいびすまいともはやせない。エビス米、無事大きなお魚が釣れました。今年も港町八戸は大漁間違いなしだと思います。今日観覧席の方にもなんか太夫さんがいるんですけども、自分で作ったのかな、エボシ自分で作ったんですか。 あそこで作った、ハッチで、上手ですね。中町エンブリですけども、次が最後の演目となります。すり納めというんですけども、稲刈りが終わりまして、米俵を蔵の方に納める所作の、すりとなります。今日3名の太夫、そして子どもたちが、冬の間眠っている
田んぼの神様をしっかり起こして、これから春を迎えることができると思います。皆様にも今年1年福が訪れますようお祈りしております。それでは中町エンブリ最後の演目、すりおさめ、ご覧ください。
中町縁振り組の皆さん、どうもありがとうございました。重い烏帽子をつけて大きく頭を振る太夫の惜しい姿、そして子どもたちの可愛らしい祝福芸でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。